おはようございます。皆さん朝いかがお過ごしですか？僕は今日も朝ドラを見て収録をしようと思ったんですけど、車の中で収録をしています。改めておはようございます。ドラヘイです。今日の朝ドラ受けはですね、ついにコウジが結婚しましたね。なんかいろいろ悩んでたみたいなんですけど、思い切ってそのなんか家族になるってことが意外と重要なんかなと思います。苦しいこともね、楽しいこともね、一緒に共有できるような人が見つかるといいですね。なんか家族になるっていうと難しいかなと思うんですけど、意外と誰かが背中を押してくれたりして思い切ってやってしまうと、あとは野となれ山となれでなんか変わっていくのかなと思います。家族っていいなと思うんですけど、僕もそういう人を見つけられたらいいなと思います。ただ幸せになるっていうんじゃなくてね、この人やったら苦しいことも一緒になんか楽しめそうとか、苦しくても一緒にいたいなと思う人といることがいいなと思います。ちょっと羨ましいなと思いました。あとはですね、個人的なお話になってしまうんですけど、県の障害者枠の行政の一次試験に合格しました。で、二次試験が29日にあるので、また頑張りたいと思います。皆さんぜひ応援よろしくお願いします。ここからね、そのうつ病3回入院して、でいろいろ離職も3回して、もう人生ボロボロになった僕がどこまで社会復帰できるのかご期待ください。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。